どうもこんにちは、メリエです。さあ、ワイルドエリアからお送りしていますが、今回も、前回のパーティー引き続きまたやっていきたいと思います。ちょっとしばらくね、このパーティーで頑張ってみて、改善点だったり、このポケモンちょっとどうしても使いたいなっていう時は、ちょっと変えながらやっていきたいと思います。それでは早速レッツバトル、ウシウシさん対戦お願いします。アイアンとムカデ、やばい忘れた、アイアンとなんとかヤパリス、テッカニン、ツボツボ、鬼雫も、ごめんちょっとマジで忘れた、虫統一か。いや、草タイプにとって虫は天敵なんですけど、どうしましょう。虫統一でしょう。アイアンと、うちのトリットとの物流受けじゃなくて特殊受けなので、物流受けだったら結構相性良かったんですけど、違うからね。どうしようかな。コータス、多分コータスはね出てくるだろうって思ってるはずなんだよ。だからあの2番目のやつ、もらい火特性持ってるポケモンは多分出てくると思うんで、これチェリオめちゃくちゃ相性悪いな。どうしようかな。イワパレスは強いよね、普通に。トリトドンが物流系だったらトリトドン良かったんですけど、物流系じゃないので、そこちょっとねっていう。やばいね、イワパレス、コータス、チェリムで行こうか。チェリム相性悪いけどね、チェリム。丸役でだ。対戦お願いします。ツボツボきた、やばい、ツボツボほんと怖いな。どうしよう、ツボツボ怖えな。結構いろんなことできるからな。あくび覚えてたっけ、ツボツボって。いやー困るな、ツボツボか。とりあえず畑落とす。結構入るね、ゴツゴツメットか。パワーシェア、オッケーオッケーオッケー。あんま良くないんですけどね。お互いの攻撃を、攻撃の能力を、能力値をプラスして、それをシェアする、半分に平等にするってやつなので、これでツボツボは結構攻撃力がね高くなって、こっちの攻撃力が下がってしまったっていう感じなんですけど、コータスに交代するか、しよっか。コータスに交代してステルスロック打ちましょう。ひねり、さあ何してくるかな、怖いな。そうだよね、ステルスロックはね、覚えてるだろうなって感じだったけど、してくるよね。こっちもステルスロック打ちましょう。多分めちゃくちゃ刺さると思うので、アイアンとかね、ちょっと怖いなって感じはするけど、ここ多分マリアクデに交代するか悩んでるんじゃないかな。砂ジョーク、あー、なかなか厄介な技。これでちょっとずつダメージを受けながら、こっちは交代ができなくなってしまったので、結構きつい。固定ダメージっていうのがね、またきついのよね。コーダス頑張れ。じゃあ交代できなくなったので、これ今交代できないんですよね。なので噴煙か岩石封じなんですけど、噴煙か岩石封じ2回言ったけど、マリアクデに交代してくる可能性はあるんだよね。岩石封じ打ちましょうか、一回。パワーシェア、そうね、パワーシェア攻撃ってさっき言ったんですけど、特攻もシェアするので、
こっちの能力値をすごい下げてきて、多分その起点っていうか、あ、天の尺か。そっか、ツボツボって天の尺か。やっちゃったな。で、そしてかなりきついな。ふん、そうだね。ボディープレスの方が入るかな、こうなってくると。ボディープレス打ちましょうか。これ、ひでりの時間も結構伸ばされてしまうのがかなりきつい。あー、ネバネバネット。これでこっちのポケモンが交代するたびに素早さが1段階下がるっていう感じなので、かなりやられたなって感じですね。これはなかなかきついな。ツボツボ強いね、こういう感じ。三地獄コータスを倒しに来た感じかな。ツボツボ強いね。やけどしたらいいな。 30% しないか。かなりきついな。封炎打っていきましょう。してやられてるな、完全に。うまい。虫タイプを愛してるね、これは。封炎、やけどしてくれ。しないか。とりあえず砂地獄から解放された。このタイミングでなんとか交代していきたい。多分次砂地獄を打ってくるか、パワーシェアをしてくると思うので、ここで岩パレスを出してパワーシェアをされなければラッキー。パワーシェアをされたら結構きついっていう状況かな。痛い。ネバネバネットで素早さも下がっていく。完全にフィールドは支配されてるな。サージコが外れる。で、多分パワーシェア打ってくると思うんだよね。まあ、打ってきたとしてもここはもう殻を破る結構一択かなって感じはするので、殻破っていきますか。多分腹あと一ターンとかじゃない、だよね。ロックブラストを打つか。で、パワーシェアされたらあんま見ないもんな。パワーシェアでもされても殻を破るすれば結構攻撃力上がるよね。殻破るか。お、パワーシェアじゃない。まあ、でもこれでイヤパレスは徐々に削られていくのは結構きついな。まあ、これで日差しが一回戻ったので、まあ、このためのコータスをもう一回張らせるためにちょっとコータスを戻したので、まあ流れはいいけど、まあ、とりあえずロックブラストを打っていきたい。ナイス。まあ、多分アイアントがいるね。きついんだよね。絶対いるんだよね、アイアント。いなかったらラッキーかな、割と。アイアントがきつい。まあ、いると思うんだけどな、アイアント。緊張するな。虫統一。草タイプの天敵だけど、虫は。鬼しずくもか。素早さ結構早いよね。まあ負けてるかもね。まあでもここはもうイヤパレスで突っ張っていきましょう。お、勝ってる勝ってる。いいね。ナイス、イヤパレス。さあ3体目。やっぱアイアントだよな。まあ、ダイマックスしてくるだろうな。きついねこれ。まあ、ロックブラストやりましょう。あ、畑落としてもよかったな。まあ、でもあっちの方が結局早いから、倒されちゃうよね。アイアント強いからな。
ほんと一世風靡したもんな、前。今はちょっと減ったけど。ありがとう、岩パレッツありがとう。これで防御力を一段階上げながら、ダイマックスだからね。コータスもね、結構削られちゃったから、多分耐えられないんだよね。きついなコータス。頑張ってくれ。やばい、マジでやばい、超きつい。ダイナックルじゃないかな、次多分攻撃力を上げてくるんじゃないかなと。超きついぞこれ。だよねー。魔王だわ、アイアントが魔王に見える。やばいぞこれは。素早さ1段階下がるのもきつい。まあアイアントはそもそも速いからあれなんだけど、きついよー。確かにアイアントきついな。ダイバックスしてもね、レーザーボールしてもね。でもダイマックスしないと耐えられないんだよな。ダイマックスしても耐えられないかもな。いやきついな、ちょっとこれは采配ミスだ。ありがとうチェルム、すまない。対戦ありがとうございました。アイアント強い。やっぱアイアント強えな。コーギーさん対戦お願いします。ヒートロトム、ミミック、ドラパルト、オーロンゲ、トゲキッス、ドリウス。オーロンゲ久しぶり見たわ。オーロンゲで壁張りしてくるかな。リフレクターと光の壁で弱点保険のトゲキッスがドリウスとかでしょ。どうしよっかな。ブラッキー出してもなーって感じだな。ヤパレス、エレザード、そうね、きついな割と。トリドドンは出したいところなんだよね。まあ1手目をどうするかだな。岩パレスだ、ミカサもあるからな。どうしよう、エレザー、コータス、トリトドでチェリームかな。ほんとチェリームはかなり相性悪いんだけどね、このパーティー。でもチェリーム入れないと意味ないしな。ただ勝つだけじゃ意味ないもんな。やっぱチェリムを入れて勝っていかないと。対戦お願いします。やっぱコロンゲだわ。いやー分かっててもきついんだよね。コータス、まあ、多分壁張ってくるでしょう両方。まあステルスロック一回巻きましょうかね。あーしまったー、挑発だー。うわー、ムカつく。どうしよう、噴煙だ。まんまとやられたなー。あーやばいやばい、これ手のひらで劣らされてるわ。ミミック、これはでかいぞ。多分交代してくると思ったんだな。やけどしてくれ、頼む。30%。 しないか。
どうしよっかな。岩石封じ一回挟むか。挟んでも意味ないか。いや、どうだろう。次のポケモンに託すって意味では意味あるな。岩石封じ挟むか。挟もう。チェリーの前。岩石封じ。いいよいいよ。とりあえず素早さ1段階下げて、これでチェリムを出しても勝てるようにする。そして噴煙。これは結構きつい展開だけど大丈夫かな。やけどしてくれたら美味しいんだけどな。頑張れコータス。眠気速報高いからね。しないね。これコータス倒されちゃうね。きついね。もう一回噴煙しましょう。シャドクロナイスコータス。やっぱ硬いね。さすが。オッケーオッケー。でかいでかいでかい。ミミッキュ倒せたな。でかいよ。さあ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 、オーロンゲでしょう、おそらく。ドリューズか。あー、なるほど。剣の前をしてくるか。まあ普通に倒しに来るからね。岩石封じ。地震、普通に打ってきたか。ありがとうコーダス、最高だった。こだわりスカーフか、どっちかだよね。こうなってくるとトリトトンがあんまり意味なくなってきちゃったな。まあチェリム出すか。頑張ってくれチェリム。フラワーギフト。さあかわいいよ。さあ気合のたすきかこだわりスカーフか、どっちかだな。ウェザーボールを叩きつけるか、ソーラーブレードを打っていくか。まあソーラーブレード打った方がいいかな、さすがに。特攻よりも攻撃の方がはるかに能力値は高いはず。うん、あーどうだろう。ソーラーブレード打っていきたいね。ダイマックスしてもいいな。割とダイマックスは切りどころな気はするんだけど、どうしようか。まあソーラーブレード打ちましょうか。普通に一発じゃ倒されないでしょう、さすがに。 OK、 壁張ってきて弱点保険のドリュースかな。こだわりスカーフか弱点保険だね。あ、でも地震を変えてきたってことはこだわりスカーフかな。いけ、最高だ。食べ残し。まあディフレクター張ってくるよな、おそらく。ソーラーブレード打っていきましょうか。待ってね、晴れ、あと何ターン。一ターンやばいな、ウェザーボールが打てなくなっちゃうな。あーきついねそれは。まあしょうがないか、ソーラーブレード打っていきましょう。身代わり、これは助かったな。とりあえずこれで下手に交代してれば身代わりでワンターン貫通してほしいなこの威力だったらまあそうだね、晴れを終わらせるのが目的だね、おそらく。これで攻撃の 1.5 倍もなくなってしまったのがちょっと痛いけど、やっぱね、食べ残しと身代わりっていうのはかなり相性いいな。そしていたずら心の組み合わせね、かなり相性いいね、やっぱり。まあ、ダイマックスは切らなくて正解だったね。ここで花吹雪がじゃりつくやっていきたいね。まあ花吹雪を打っていきましょう。まあ身代わりじゃないかな、もう1回くらい。いやでもさすがにディフレクター張ってくるかな。
さ、挑発、うちのチームは剣の前とかは覚えてないから問題なし、スイング OK。 でかい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 。さああとはダイマックスして殴りに行きましょう。まあ、ダイスチルで防御力を上げられるのがねちょっときついんだけど、まあもうそんなこと関係なしに殴っていくしかないですね。これは大草原でいきましょう。頑張ろうチェリム、ここ頑張りどころ。そうだよね、さあ頑張っていきましょうチェリム。まあ防御力上げてくるよね。あーやべえ、くつえ火力高え。ちょっとピンチかもしれないなこれ。勝った、こんな硬い、やば、ちょっと予想外すぎる。うげえ、いやきついねチェリム。そして素早さ負けてるっていうのが辛いね。マジか、きついな。ありがとうチェリム。きついぞこれは。物流系じゃないんだよ、うちのトリトドン。トゲキッス警戒して連れてきたけど、普通にきつい状況だな。やべえどうしよう。ネットで、いやー鬼火引いたところで間に合わねえな、やけど引いたところで。あーきつい、しかもそうダイヤース特防も上げられるじゃん、完璧だなマジで。あー無理だー、ネット硬っ、しかもやけど引かない。いやーマジか、負けるか、きっついな。これ地震の威力半減されてるんだよね、グラスフィールドのおかげで。でもこのダメージだもんね。あはー、倒せないよね。惜しいなーこの戦い。惜しかった。ありがとうトリトドン。俺の采配ミスだな完全に。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回もね2戦やっていきましたが、今回はちょっとね2回負けちゃいましたね。2敗。まあ1回目が虫統一の方で、2回目がまあ普通にドリューズとかだったんですけど、まあちょっと弱点が見えてきたかもしれないな、うちのパーティーの。そのトリトドンはトゲキッスを相手にするためのとか、ロトム結構ヒートロトムとか出てきやすかったので、このコータスとチェリムのパーティーだと。
なので、そこら辺を考えて、トリトドンとかをね、ちょっと特集系にして入れてたんですけど、まあちょっと思ったのが、まあアイアントはね、まあそもそも強いポケモンではあるんですけど、アイアントだったり、ドリューズとかのね、まあ純粋なアタッカーにちょっと弱いのかなっていう、物理のアタッカー、物理の純粋なアタッカーにちょっと弱いのかなっていう感じがちょっとしてきたかなって感じですね。ブラッキー一応物流系なんですけど、まあ、アイアントはまあ大体虫タイプの技を覚えさせてなかったりするんですけど、まあそれでもやっぱり、ダイマックスしてくるポケモンでご利用されるって可能性はあるのでね、まあ、ブラッキーは物流系としてかなり強いポケモンなんですけど、まあもう一体ね、ちょっとね、アタッカー、まあちょっとどっちも鋼タイプにやられてるので、まあコータスね、炎タイプで有利なはずなんですけど、まあコータスをちゃんとね、相手がいい感じにいなしながら鋼タイプのアタッカーのポケモンで攻めてくるとか、まあ物理のね、アタッカーで攻撃してくるっていうのが結構多いので、それ考えるとちょっとね、物流系だか、物流系か、もう一体なんかいい感じのアタッカー、純粋なアタッカーをね、ちょっと入れた方がいいのかなっていう感じですね。まあアーマーガーとかね、アーマーガーとかかなりタイプ、飛行鋼っていうタイプだったりで、結構まあ技を受ける、まあ、防御面でかなりね強いポケモンだったりするので、アーマーガーとかもありかなって感じだし、ニャイキングも防御高いんですけど、結構地面タイプの技もね合わせて持ってたりすることが多いので、相手のパーティーが、そういうポケモンがね、まあ、だからちょっとね、そこが効果抜群に取られるし、ちょっときついかなって感じはしますね。まあ威嚇を使えるガオガエン、ガオガエンだったりで、ギャラドス、まあ威嚇、相手の攻撃を一段階下げられる威嚇のね特性で覚えてたりするんですけど、ギャラドスはやっぱり、まあ水、まあ、飛行水とか、まあ技を使えるんですけど、まあ雨にしてしまうと、まあ、チェリム、まあ、雨の状況だと炎タイプの威力は半減っていう、まあ、草タイプに嬉しい効果もあるんですけど、まあ、できれば晴れにしたいので、まあ、そう考えるとちょっとギャラドスとかの水のアタッカーのポケモンはちょっとあんまり一緒に編成できないのかなっていう感じなので、まあ、そう考えると、まあ、炎タイプ2体になったとしても、まあ、ちょっと役割が違ったりするので、まあ、ガオガエンだったり、まあ、マルヤックでとか、ガオガエン。で、バクガメスもまあ、ありなんですけど、まあ、ディザードンがね、出てくる可能性も結構高いので、うちのパーティーは、相手がディザードンを出してくる確率が。そう考えると、バクガメスは、ちょっとディザードンの相手だとちょっときつかったりするので、まあ、ガンズキフ、その、岩タイプのね、技を覚えさせればいいのかもしれませんが、バクガメス、どうしようかな まあちょっとね、このパーティー結構ね調子良かったんですけど、まあそういう弱点もちょっと見えてきたので、またちょっとパーティーを変えるかなって感じですかね。物理アタッカーをいなしつつ、まあちょっと突撃室とかあまり呼ばれたくないから、そこら辺をうまくカバーできるようなポケモン、まあそうそうね、欲張りをかなり言ってますが、まあちょっとだけパーティーまた変えるかなっていう感じで、まあ物理受けのカミゴンとかもいいかもしれませんね。まあとルカリオとかね、まあ鋼タイプあんまりね
あれで炎タイプの威力 1.5 倍になっちゃうので、炎タイプが弱点の、まあ草タイプはもちろん炎タイプ弱点なので、これ以上炎タイプ弱点のポケモンあんまり入れたくないので、まあ、ルカリオ入れたいけどちょっとそこら辺があれだなっていうね。まあ石炭山とかもいいけどな。石炭山ね、普通にキーアイの助けで一回受けて炎タイプで反撃とかそういう動きができるから石炭山、まああと普通にね、まあ、またディザードもね入れるっていう手もあるんですけど、そうですね、そうねどうしようかな。まあ物流系だったらハガネイルとか結構強いんですけど、ハガネイルありかもな。もう炎タイプとか出てきてもロックブラスト一回打てるし、ハガネイルもありかもしれないし、まあ今岩タイプ枠ウバパレスを入れてるんですけど、まあここをね、まあウソッキー頑丈、ウソッキーも頑丈で一回耐えられるし、ウソッキーとか、まあウソッキーだったら結局鋼タイプのアタッカードリウツとか結構きついか、ってなってくると、まあ一応ね炎タイプの技が打っているソロロック、トリックルームで一回素早さが高い相手のポケモンよりこっちが早く動けるようにして、ソロロックで攻撃しながら他のポケモンにまた繋いでいく、まあ、ワンチャンコーダスでその後繋げられればトリックルームは素早さが遅い方が早く行動できるので、コーダスにそのまま繋げてコーダスで攻撃とか、まあ、そういう面白い動きができるかもしれないので、まあ、ソロロックもありかもしれないけどどうしよっかね。一応あのやっぱ草タイプっていうことで氷タイプのパルシェンも一応警戒してねるので、パルシェンにちょっと強く出れるブラッキーだったり、まあイバパレスもロックブラスト連続攻撃だったりっていうので、まあイバパレスをね編成したりしてるんですけど、ちょっと長くなっちゃうな、この感想戦っていうか反省会がまあそんな感じで、まあちょっとパーティー次回ね変えるかもしれません。もしかしたらここのまあチェリムとコータスは多分そのままかな。でまあここの4体をちょっとまた変えるかもしれませんね。物理アタッカーに強くてっていうポケモンを1体追加するかもしれません。どうしようかな。まあ、揚力層と素早さが速い状況での、まあ、不思議バナラフレシア綺麗花とかもまあできるけど、いや悩むねこれは、まあ、普通にキューコンっていう手もあるしね。ということで今回はこんな感じで、まあちょっとね今回反省点がまた見つかったので、まあちょっとまた試していきたいと思います。それではまた会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。マスター次の動画ホットで頼むよ。サイフォン式で抽出しますので少々時間をいただきますよ。ああ頼む。